こんにちは。こんにちは。ということで今回は絵、はい、3つ描かれてるけど、はい、僕と畑くんの番です。はい。うまく描けるかな。どうなんですかね。俺でもね、中学生の頃ね、はい、俺の絵県特選選ばれて、はい、マジですか。教科書の裏に載ったよ。マジですか。まあ別にたまたまやけどね。じゃあ俺ね、マリモ描くんだ。はい、お、マリモ。そう。白がいいな、マジ。これ白？白っぽい、クリアか白かでしょうね。全然わからん。こっちが買ってきたやつ白？これが白？白。白。よーし。はい、じゃあまず白。はい。初めてスプレーで絵描く。あ、こんななんだね。白に白を描く。あ、結構いるな、そしたら。これ日向でやった方がいいのかな。そうだね、見えにくいね。こんな、こんななんだ。難しそう。なんか下書きとかですね、ボールペンで一回書くとかがないですね。下書きでもやろうと思ったらできるんじゃない？徳ちゃんの上手よね。ですよね。これ動画やって書いたってでしょうね、ほんと。宗男くんのも上手よね。上手か。これもうバスで見たら分かりますよね。ただね、一回ね、はい、できたよって言って、はい、家帰ってきてね、はい、トイレから見たらね、はい、ちょっと夕暮れ時やったさ、はい、真っ黒やった。ただ黒い板やった、俺が。ほんで宗君黒い板描き寄ってやろうかって言った。いや、これで、はい、緑ってどんな、あんな緑なんだ。この辺とかですかね。俺の想像する緑とは違うな。まあ、いいや。はい、ああ、こんななるんだ、うん、難しそう。なんか徳さんがよく言う、あの塗りムラができてどうのとか、うん、あ、そういうのもあるんだね。あ、本当だ、弾く。洋次郎くんが言ったもん。弾くよって。なんかプツプツ浮いてどうのってですね。これだね、すごいね。みんなそれ綺麗に、あ、でもみんなのはないんだね。どうやったんだろう。綺麗に塗ったというかね、ね。まあ最初はなんか下地を塗るだけだから、うん、大したものはできないよ。畑くんはなんかもう決まってんの？なあ、スプラトゥーンみたいな。ああ、なるほど、ね。イメージ的にはあのクイボラッシュしたいですね。クイボラッシュ。ちょっとあの水風船があったんで、それになんかそうやってスプレーをどうにか詰めれたら。詰めれるの？わかんないです、それが。1本分ぐらい入れないといけないんじゃない？はい。できたらなんか面白そうだなっていう。水風船をそれに投げつけるっていう。割れんのかな。それが無理なら、もうそれに乗っけて針かなんかでバッて刺そうかな。手にさ、こうやってピューって入れて、バーって。これでかっこよくない？確かに。しぶきはそんな感じですね。わー、これ大変だね。こんなに塗るの大変なんだ。木村のよりはいいのを作ろうかな。速さって絵に必要なんだ。速さ一番重要。これね、はい、いいよ、旗。カメラ固定しとこう。進ま。進まんすか。進ま。とりあえず緑をガンガン塗るわけですね。背景緑かなと思って。もう緑なくなった。緑もなか？マジ？やべえ。筆とか竹使う際は、こいにスプレーがシューってしたら、これを塗れると。OK。はい。一緒にやるよ、ありがとう。うん、はい。上の方が青。うん、青にする予定なかったんだけど、インクが足りないんで。あ、この青はあんな青になるのか。ちょっと濃いね。ねえ。徳ちゃんのは、そういえばコメントでラッセンだ、ラッセンだって。ラッセンのパクリ。あ、なんか徳ちゃんラッセンイメージで描くって動画で言われたっけ。徳ちゃんがおらんすね。 いないの？はい。空とかイメージするならそういうの、白が残ったら雲っぽく見えますね。ねえ、真ん中の白
後ろ何やったとやろむずいフロー、ちょっと風が強いのも良くないのかもしれないですね。何塗ろうかな。え、これ茶色でやるやん。お、茶色。無理よし、あれ全部青になってるか。うん、が欲しい色がないよ。はい、雲。むずいスプレー。どんどんダメになっていってるんだが、うっちゃん、そう考えたら上手だね。そうですね、ほんと。こんなにマドができるの綺麗に描き算するのね。できた、出来上がりなんすか。できたできたやろ、これ出来上がり、もしかして見えんなんかぼやってしてるなって思うけどぼんやりしてるなって。ぼんやりしてる存在よ、マリモはマリモという存在はぼんやりした存在。ぼんやりした存在よ、マリモは。お、ハケを使って。よし、できた。完成しました、はい、難しかった全く思ったこといかんやったこれ見よって俺もどうするんだろうって、ね、マジね、はい、むちゃくちゃ難しそう。なもうね、上から塗って塗っての繰り返しよよ、これもう打ち付けたいですねどうやって打ったと、みんなな、んでかよなあしかも立てたら垂れてきとし、マリモがせっかく上手にかけた時計マリモなんか怪我したやん。垂れてきた、この辺ちょっとハゲてるもうこれ乾くまでちゃんとしとかんばですね。ね、横に。いや、俺ちょっとこの状態でしとく。はい、乾かし待ちですね。乾かし待ちになりました。じゃあどうしようかな。イメージ的にはとみたいなのに、なビシャビシャみたいな、すっごい漠然としたイメージなんで、とりあえず的を変えていこうかな。全然これ出らん。出らん。黒それ。黒ですね、とりあえず。そこに向かってで投げようかなぐらいの風船爆弾をするって、はい、でその風船爆弾が一応試しにとりあえず2つ、うん、これ赤で水風船ですね。え、すげえ。ちょっと作ってみたいんですけど、スプラトゥーンみたいになるのを想定してるわけね。想定して食い棒ですね。食い棒でも一回その的が乾かんといかんね。そうですね、ちょっと水も混ざってるんで徳ちゃんは大丈夫だろうっていう話だったんですけど、ちょっと投げてみたいんですけど、ね、え、やってみる。俺ね、俺 100% 割れんと思う。アンドボヨヨーンってどっか飛んでいくと思う。アンドこの辺に被害が出るね。もうちょっと向こうでやってみようよ。そうですね、
ただ的運んだら的が垂れてくるよ。そうですね。これどうしようか。確かに乾き間違いいいのかもしれない。とっちゃんのこの細い線どうやってしたと。自分だけなんか床道具使っとろ。こんな細い線どうやってか。ずるい。これ絶対あれ使っとんやん、なんか細いやつ。細いやつ。でも上手かね。めっちゃ上手ね。腕とか使ってるんですかね。ね。なんであそこも炙る模様になってるかも。上なんかオーロランごとなってるし。あー飛んでった。やかましかぞ。お前んとよいよできたくさ。マジ？いや見て薄い周りも。あでも周りめっちゃ綺麗よ。綺麗？めっちゃ綺麗。胸くん褒め上手ね。いやあれ海やばくない？海やろ？そう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 海海海海。海じゃなかった。海綺麗かろ？でもめっちゃこっから見たらめっちゃ綺麗。そっから見たら、うん、もし近くで見たらどうやろうね。わからない。マリモって一目でわかる？言うとか？うん。わからん。じゃあ失敗や。難しかねこれ。難しかよね。ムネ君どうやって書いてあった？筆？筆。バスは筆と缶スプレー。へえ。想像の100倍難しかった。俺正直もっと上手に書けてうわーって褒められようって思っとったさ。だって県特選何回も選ばれたもん。おい絵で何回も選ばれただけ。なんじゃいわからんって言われた。いやでも絵のむずい感性の違いとかもあるけどね。徳ちゃん上手さ。徳ちゃんは上手さ。すごいなんかもうあれ一回描いたのはペタンって貼ってるんでしょ。スタンプかなんだろうね。で上からこうシャーってして貼り付けてるんですよね。ちょっとあのこの細いのをつけれるのがちょっとずるい。以上です。やってみる。まあでも乾いてるでしょこれは。乾いてないと思うけど。思いっきりいきます。水ですね。ほぼ水。あでもさ、はい、インクやったら綺麗になりそうね。バッてなんかいきそうですね。確かに。徳ちゃんできんやった。だって水やもん。あと徳ちゃんに案をもらったのが、うん、それで無理ならもうこういうコップにシャーって出してビシャーってかけたら。あそれでいいじゃん。はい、それやってみない。ということだったんで、それをやろうかなと。じゃあ準備しとって。はい、じゃあこれでこうやって出していけばこういう液体となってたまるらしいんで。これって冷たいんですね。そしてよし、じゃあちょっとだけですけどこれいきます。もうちょい欲しいな、これ。垂らして。ほぼ完成かな。あの、絵のすごい人が言ってたもん。芸術は爆発だって。俺の中のパッションですね、これは。よし。こんな感じ。完成しました。はい、またくんのこうなったんだ、はい、芸術は爆発ですからね。でもカメラのやっちゃんが言うにはこれが一番いいってよ、はい、センスがあるってですね。つけていきましょう、はい、俺のマリモちゃん、はい、あ近くで見たらマリモだ。マリモ見える。トイレから。トイレからムネオくんがこんにちはしてるけど。すいません今ちょっと物出しともいい。あ、うんこしよっと。チンコバだしたんです。胸くん後ろから押さえて。え、刺さらんのか。刺さらん。どうやって刺したとみんな。みんな頑張ってトン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 。胸よし上手かね、そうやってみたら。まぐれけどね。まぐれ、まぐれとか。絵にまぐれとか。まぐれとか。ここから打つけん、ここ、はい、いい？どこよ。あ、全然違う。オッケー。はい、ありがとうございます。できた。あとは児玉さんやね。そうですね。うわー、俺下手か。あと台風来たらこれ全部剥がるやろうな。ぶっ飛ぶやろね。絶対台風でぶっ飛ぶ。もう
今までちょっとパタパタだよ、ね、ということで、はい、僕と畑くんの完成でし た,、はい、完成しました。ありがとうございました。僕ちゃんうまいな。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。